苦しめちゃったのかな。そうかもしれません。でも私もあなたと同じことを思いました。お母さんが死んだら悲しいです。だから止めてくれて嬉しかった。うん、エレノアのやつ、ずいぶん無駄な責任を背負おうとしてるみたいね。無理をしすぎて汚れる危険が高くなってるんじゃないの？汚れとは、人間の心にあるエゴや矛盾から目をそらす独善から生まれるものだ。だがエレノアは自分のエゴを自覚し、矛盾と向き合おうとしている。それこそが大魔師に何より必要な資質。汚れを生む感情に染まらない純粋さというものじゃ。つまり大丈夫ってこと？今はな。だが人の心は一瞬で移ろう。この先どうなるかは誰にもわからん。ま、さほど心配せずともよかろうって。大抵の大魔師の純粋さは理で作り上げたものじゃが、あの娘のは天然のようじゃからの。大魔師の才能ってわけね。貴重な才能だが特殊な資質でもある。エゴや矛盾を持たない者などいないし、己が醜さと正直に向き合うことも簡単にはできん。程度の差はあれ、汚れを持って生きてるのが普通の人間というものだ。汚れは必然に存在するものか。でもアルトリウスは、今のうちに町を抜けてタイタニアに戻るわよ。ここがあなたたちのアジトか。私を逃がしたら致命傷になるわね。寝首をかかれないようにせいぜい気をつけなさい。
言うわね。おかえり。あの子がモアナだよ。ディアナと同じくらい。聖霊、こんな小さな子を無理やりクーマに。エレノア！お願いです、メディさん。あの子と話してあげてくれませんか？どういうつもり？モアナはクーマです。だけどお母さんを恋しがる普通の女の子なんです。私じゃあの子の悲しみを埋められない。でもあなたなら。大丈夫？私はメディサっていうのよ。怖いわよね。ちょっと。でもベルベットやダイルより怖くないよ。それよりおばちゃんはモアナが怖くないの？夢を見たの。モアナのお母さんがモアナを怖いっていらないっていう夢。怖いものですか？お母さんが子供をいらないなんて思うわけないわ。なんでわかるの？私もお母さんだからよ。お母さんは自分が死んでも世界がどうなっても子供を愛してるのよ。あなたを誰より一番。泣かないでおばちゃん。モアナとメディサ、寂しくなくなるといいけど。そうね、泣き止ませるの大変だし。聞いてもいい？ベルベットのお母さんって亡くなったわ。私があんたより小さい頃に。あ、ごめん。別にいいわ。つまり私もあんたと似たようなもの。だから一人で寂しがっちゃダメよ。僕は平気だよ。寂しくなんかないんだから。なんで怒るわけ？変な子ね。変じゃないよ。もうエレノア、モアナとメディサの監視は任せるわよ。はい、ありがとうございます。いいの？タイマ氏がサイカのなんとかにお礼なんか言って。いいじゃないですか。魔王が細かいことを気にしないでください。ベルベット、グリモワールが呼んでたぜ。ライフセットを連れて監視塔に来てくれって。わかったわ、すぐに行こう。
六郎たちは、お母さんいる？ああ、急にどうした？うん、モアナやエレノアもだけど、ベルベットにも両親がいないって分かったから気になって。俺の母親もめちゃくちゃ厳しくて怖い人だったが、やっぱりずいぶん前に死んじまったよ。そう。わしに親はおらん。わしを拾った悪い魔法使いによれば、川を流れていた桃の中から生まれたそうじゃよ。お前なら本当にそうかもな。アイゼンは？俺たち精霊は正常な霊力が集まって生まれる存在だ。稀に人間から精霊に転生する者もいるが、生前の記憶を維持することはまずない。つまり人間と同じような血縁関係はないということだ。そっか。僕も気づいた時には二号って呼ばれて刺激されてた。その前のことが思い出せないのはお母さん自体がいないからなんだね。僕はメディサにお母さんが死ぬのはすごく悲しいことなんて言ったけど、本当の辛さはわからないのかもしれない。子供にも容赦ないの。単なる事実だ。だがな、ライフセット、血縁関係がないからといって特別な絆を感じられないわけじゃない。精霊であってもかけがえのない存在を、家族や友とのつながりを持っているんだ。だよな。お前の言葉が本気じゃなかったらメディサは止まらなかったはずだ。そうなのかな。きっとそうさ。桃から生まれた魔女よりはずっとな。こりゃ、桃生まれをなめるでないぞ。わしにじゃって犬、猿、キジとビエンフーとの特別すぎる絆があるわい。そうだといいな。あんたのおかげでアジトの整備も順調に進んでるよ。昨日渡した開閉式の通気窓だがな、作り直させてくれ。お、なんで？もう取り付けちまったし、作り直すような不具合はなかったぜ。いや、帳盤を動かすときにわずかにきしむ音がした。風が吹いたらキシキシと不快な音を立てる。そのくらいどうってことないって。だいたい海風に当たってたら錆びてくるし、それよりもう少し大きめの鍋とフライパンを作ってほしいんだけど。ダメだ。あの通気窓が気になっているうちはまともな鍋もフライパンも作れん。わかったよ。通気窓も作っていいから鍋とフライパンも頼むよ。ついでにこの前作った侵入者撃退用の回転ノコギリ装置も直していいか。あれも？でもあれは満足の出来だって言ってたろ。そのつもりだったが、よく考えたら装置を止めるスイッチを作り忘れていた。直していいか。いいかじゃねえよ、直してくれよ。わかった。まずは通気窓を。ノコギリが先だよ。はあ、探索船。精霊にも家族のつながりがあると言っていましたが、血縁関係なしでどうやって妹だと分かったんですか？もう随分前のことになるが、俺は
とある霊山の地脈点に生まれた。そこで長い間過ごしていたある日、同じ地脈点からあいつが生まれてきたんだ。気づくと俺たちは同じ屋根の下で暮らすようになっていた。同じ地脈点から生まれた精霊が兄弟ってことなのか？いや、他にもそこで生まれた精霊はいたが、そいつらを家族だと感じたことはなかった。だがあいつは何かが違った。あいつが悲しいと俺も悲しかった。俺が嬉しいとあいつも嬉しかった。愛想のない奴だが、その分笑顔の破壊力はすごくてな。何があってもあいつを守ってやろうと俺は誓った。俺は霊山で取れた石を使ってペンダントを作り、お守りとしてあいつに持たせた。あいつは首飾りにして使っていたがな。そのペンダントは？あいつも同じことを考えてたんだ。自分で作ったお守りだと、これを俺にくれた。お互い黙っていたのに、俺たちは同じ日に同じ形のお守りを送り合った。俺たちの間には確かに兄弟のつながりがあると、その時確信したんだ。そこに描かれてる女の子が妹さんなんだね。ああ、俺が家を出る日、あいつが描いてくれた自画像だ。あんたも妹に絵を描いてあげたの？いや、俺には絵心はない。きっと妹さんは自分のペンダントに一番大切な人の顔を描いていますよ。だといいがな。一番大切な人がお主じゃといいがの。グリモ先生、解読が進んだの？ええ、数え歌にはね、2番があったのよ。読み下しておいたから、坊や、読んであげて。うん。8つの汚れあふるるときに、嘆きの果てにカノヌシは、無限の民の行き止まり、いつぞの姿に帰らしめん。4つの聖主の怒れる剣が三好の業を切り裂いて、2つに分かれ眠れる大地、灰色の月夜は魔を照らす、忌み名の聖主心は1つ、忌み名の聖主体は1つ。なんじゃか不吉な文句ばかりじゃの。2番の歌詞はカノヌシの性質を表してる。おそらくそうよ。八つの汚れあふるる時に、嘆きの果てにカノヌシは無限の民の行き止まりか。世界に汚れが満ちた時、カノヌシがその力で民の行き止まりをもたらすと読めるな。人間を滅ぼすというのですか？おいおい、清涼はそんな目的でカノヌシを復活させようとしてたのか？違う、アルトリウスはそんな男じゃない。あいつの理想は子より善、断りと意志による秩序の回復よ。だから世界を守るためにラフィーを犠牲にした。お主の知っとるアルトリウスはじゃらん。じゃが人は変わるぞ。同志とで絶望したのやもしれん。業に流されて汚れを出し続ける愚かな人間どもにの。そんなやつじゃない。もしそうならラフィーは何のために。古文書の続きには何か書かれていないのですか？それがこの古文書は漢本じゃなかったの。まだ続きがあるはずだけど欠けてしまっているのよ。だから今できる解読はここまで。だが原本はどこかにあるんだよな。あってこそのカノヌシ復活計画だろう。清涼はカノヌシの性質を完全に把握している。でも
王都の離宮にあったのがこれだし、原本の手がかりはないよ。今日はもう遅いです。ここまでにして休みましょう。そうね。ダイルの尻尾が新しく生えかかっているんですよ。本当？見たい。ダイルは監視塔に行ったようです。行ってみる。メディサも行こう。ええ、でも走ると転ぶわよ。ありがとう、エレノア。女の子の扱いが下手ですね、私の精霊は。モアナ、元気になってよかった。メリサも。はい、問題が解決したわけじゃないけど、笑ってくれるのは救いです。重要なのはこっちの問題よ。早く次の致脈点を感知して。うん。もう少し言い方があるでしょ。時間がない。相手は清涼、遅かれ早かれここも見つかるわ。それはそうですが。別の隠れ家を探すか。うん、守るより攻める。見つかる前に残りのクーマを捕らえるのよ。剣術でいう千の千だな。守りきるのは難しいものな。守る義理なんてないからよ。致脈点があった。イーストガンド領の東の方みたい。そこって。了解、イーストガンド領の東ね。ならまずはタリエシンの港に向かおう。グリモワールって一見やる気がないようだが、文句言いながらも仕事は早くて確実だし、本音を言いつつ人を傷つけない気配りもできて、大人の女性としての魅力があるよな。悪かったわね、気配りができない魅力のない女で。いやいや、お前たちはまだ若いんだし、人生経験の違いがあるのは当然だろう。とはいえ、わしらに大人の色気が足りんというのは認めなくもなくなくないの。確かに、以前アルトリウス様に落ち着きがないと注意されたこともあったし。もっとも、グリモワールは若い頃からあんな感じでしっかりしてたんじゃないかって気がするけどな。いい読みじゃ。グリモ姉さんは生まれながらにしてグリモ姉さんじゃった。辛辣じゃが真実を捉えた姉さんの言葉とうつろな眼差しに多くの精霊たちが心を奪われ、最盛期にはファンクラブの会員数は8848名を数え、ディナーショーのチケットは即日完売。古文書朗読ライブでは居眠り精霊が続出したのじゃ。すごい。びっくりノルミン新記録公式本にはグリモ姉さんのびっくり記録が満載じゃぞ。そう言われると、あの気だるい感じは落ち着きに、微妙なまったり感は大人の余裕に思えてくる。それに比べて私と来たら、ふう。え、もしかしてそれグリモ先生の真似？はあ、全然そんなつもりなかったですけど。なかなか感じが出ているではないか。お主の中に眠る大人の魅力を感じるぞ。そんな、私に大人の魅力だなんて。最後の締めもやってみるのじゃ。今が大人の女になれるかどうかの瀬戸際じゃぞ。あ、はい。締めというのはあれですよね。やってみます。
あっそ。どう？ライフセット。感じ、出てるかしら？間違っちゃった感じが、よく出てる、ね。エレノア様のそういうところ、少女っぽくて可愛いですね。もう、ピエフのバカ！嘆きの果てに、カノヌシは、無限の民の行き止まり。カノヌシの数え歌、気になっているのですね。何度読んでも、悪い意味にしか思えないんだ。古代アバロスト語の解読は難しいんですよね。別の解釈はないのでしょうか。例えば、無限の民の行き止まりの部分は、人間の永遠のために災いを止めるというような。うん。そういう可能性もあると思う。でも、判断するための材料が足りなさすぎて。古文書の後半か。カノヌシ絡みの別の資料が手に入ればいいんだがな。そんな手がかりもないものを探してる時間はないわ。そもそも古文書は写本です。写すときに書き間違えた可能性もあるんじゃないですか。おお、お前にしては的を射たことを言うじゃないか。経験者は語るですよ。僕も姉さんに魔術書の写本を命じられたとき適当に書きましたですから。そんなことをして問題はなかったのですか。姉さんがその適当魔術書の術を使おうとして爆発しましたけど、自業自得です。3日で100冊写本しろとかありえないですからね。それはひどいの。本当です。精霊使いが荒すぎる悪魔のような魔女ですよ。ビエンフ、ちょいと人気のないところへ行こうぞ。にゃー、姉さん。なーに、心配はいらぬ。写本の謝罪を適当にするだけじゃよ。ビエーン。どうでもいい話じゃがの。クーマ探しの時のお主らの釣り勝負、どっちが勝ったんじゃ。ずいぶん前のことを聞くな。あれは俺の負けだ。坊主だったからな。いや、引き分けだ。俺も坊主だ。いいよ、この負けは譲れん。その負けをくれてやるわけにはいかん。坊主に加えてゴーマという危機を釣り上げた俺は減点されて叱るべき。俺の負けだ。遊びなんだからどっちでもいいでしょ。よくない。どんな勝負であれ白黒はっきりさせる。それが俺の流儀だ。俺もアイゼンに同感だな。勝負の決着を曖昧にすることはできん。面倒ね。アイゼンは死神の呪いのせいでろくなものが釣れないんでしょ。勝負が成立してないじゃない。おお、言われてみればそうだな。ここは他の勝負で決着をつけようぜ。他の勝負、トランプとかチェスとか。トランプはやらん。必ずジョーカーが来るからな。将棋はできるがチェスはわからん。腕相撲はどうですか。これこれ、ゴーマと精霊が手をつないだら汚れで大変なことになるじゃろうって。大人同士なんだから神水でも飲んでまったりしなさいよ。それだ、神水の飲み比べならクーマも精霊もなく対等に戦えるよな。ああ、俺も依存はない。ベンウィックたちに神水を用意させよう。一応大人の解決ということでしょうか。何でもいいわよ、型がつくなら。飲み比べとなればやっぱり神水に合ううまい魚が必要ですね。確かに。よし、つまみを釣りに行こうぜ。小舟を出そう。釣り勝負の続きだ。魚は釣れないんじゃ。というか、せっかくまとまりかけたのにどうして混ぜ返すんですか、ビエンフ。どうして僕が叱られることに。ビエン。魚を取りに行った時の話なんだけどさ、気づかずに第四種管理地区の島に接近しちまってたんだ。やばいと思って島と反対に舵を切ったら、いきなり周りが真っ暗になったんだよ。急に嵐でも来たの。
嵐なんか目じゃねえほどの化け物鳥だよ。空を覆っちまうようなバカでけえ羽を広げてさ。ちょっと大げさじゃない？嘘だと思うなら言ってみろっての。帰れなくなっても知らねえけどな。巨大な鳥。この島面白いな。捕まるのは勘弁だが、アジトにするには最高だよ。このダイル様がアジト版になったからには最高のアジトにしてみせるぜ。アジト版？船や島内設備のメンテナンス、王子やメディサの監視、モアナの相手したり、常駐して島を守る番人だ。ビシッと仕切ってやるから、お前たちも安心してクマ探しをしてきな。それただの雑用係でしょ。あんた航海士なのにそれでいいわけ？バカ野郎、雑用だって立派な仕事だろうが。航海士は他にもいるが、これだけの仕事を一人でこなせるやつが他にいるかよ。それによ、尻尾が切れちまってからバランスが取れなくて船酔いがひでんだよ。そんなこと言って私たちと一緒に船に乗ると大変な目に遭うからでしょ？いや、そんなことはちょっとしか。